はい、どうも酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、はい、こちらにご用意しましたのが、キリンのラガーと、札幌のクラシックラガーですね。こちらを、飲み比べしていきたいと思います。うん、名前はですね、違うんですよ。で、なのにですね、キリンと札幌のクラシックって書いてある、こっちクラシックで、こっちは何にも書いてない、ただのラガーなんですけど、作り方が、これが熱処理されてないタイプなんですよね。なぜか。で、キリンのクラシックの方は熱処理された、まあビールと。まあだから厳密には生ビールと言わない。うん。で、こっちのクラシックの方は、非熱処理、加熱してないんですけれど、札幌のラガー、赤星っていうやつね。あちらが、加熱処理されたビールということです。キリンの、このラガー、アルコール度数 5% で原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。で、こっちの札幌のクラシックラガーは、北海道限定となってますけど、普通に売ってます。麦芽 100% の非熱処理の生ビール。北海道だけの旨味と爽やかな味わい。原材料名が麦芽、外国製造と国内製造とホップ。なるほどね。結構違います。まあ大体有名どころで言ったらやっぱ、朝日のスーパードライでしょうね。この札幌のラガーの方。ホップと米とコーンとスターチっていう、普通だったら麦芽とホップで終わりなんですよ。麦芽とホップで終わりなんですけど、麦芽とホップと米とコーンとスターチが入ってる。これはスーパードライと一緒です。ですが、こっちは国外製造品の麦芽と国内製造品の麦芽を、入れているということですね。うん、ちょうどいい。この 400cc のグラス、ちょうどいいですね。それでは、いただきましょう。乾杯。うん。うん。うん。まあ、なんていうのかな。ラガーらしい。まあ、結構、辛口の。うん。そして若干苦味もあり。うん。まあ、そうですね。夏に飲みたいビールっていうのかな。うん。そんな感じです。では、クラシックラガー、完璧。こっちはなんかまろやか。うん。こっちはね、なんかね、そもそも炭酸の力、強さが、全然こっちの方が強い。で、しっかりした、なんていうかな、キレというか、あんまり余韻がないんですよ。まあ、こっちも、コク自体は全然ないんですよね。うん。で、あと苦味がやっぱり、こっちの方が強い。うん。で、このクラシックの方が、これさ、大体がしてさ、温度全然違うんだけど、これどうなってる？おかしいな。どっちも冷蔵庫に1週間ぐらい入ってたはずなんだけど。で、こっちの方が若干酸味が強い。うん。酸味がね。なんでなんだろう。ちょっと酸味があるんだよ。さっぽ。何これ？あー。クラシックの北海道限定デザイン缶、ゴールデンカムイ。7月の17日発売らしいです。ゴールデンカムイって名前しか知らない。うん。やっぱこっちの方が余韻がなんかあるんですよ。余韻みたいな。うん。で、こっちの方が味としては、トゲがあるような、うん、感じですね。うん。こっちは丸みがあるみたいな。まろやかなんですよ。うん。まろやかな、感じ。うん。で、しかもね、温度がこっちの方が冷たい、圧倒的に。なんでだ？こっちが若干ぬるい。ああ、そっか、場所か。やらかした。いわゆる卵を、冷蔵庫の手前の方の卵を入れるところに、そっか、置いといたからか。あそこ一番あれなんだよ、冷えねえんだよな。そのせいか。まあ、キリンのラガーは僕も大好きで、正直言ってクラシックラガーの方がよくあんま好きなんですよ。うん。なんですよ。でも、大体飲むのって言ったら夏なんですよね。これ難しいな、これな。まあ、札幌クラシックもうまいって言えばうまいんですよ。うん。うん。まあ、どちらもとりあえずコクがないっていう圧倒的な、この、どっちも圧倒的にコクがない。これはうまいかまずいかって、これどっちがうまいかっつって、これむずいな。しかも余計わかんねえのは、こっちの方がぬるいから、圧倒的にこっちの方がまずく感じるっていう。ここの意味のわからない。やらかした。でも、少なくとも、こっちの札幌クラシックの方は、ぶっちゃけた話、パンチがない。圧倒的に丸みがありすぎて、いわゆる、キリンのラガーみたいな、これみたいなね、トゲトゲしさっつうか、パワーがないんですよ。パワーが。パンチが。うん。こっちは荒々しいんですよ、味が。うん。もう口の中で、こうパンチしてくるんですよね。簡単に言うと。うん。うん、やっぱ全体的にやっぱりこっちの方が圧倒的に丸みが帯びてる。で、炭酸も圧倒的に、ラガーの方が強い。ですね。うん。まあ、これは、ちょっとコーツつけがたいけども、これ難しいなこれな。まあでも、ぶっちゃけた話、この札幌クラシックぶっちゃけ売ってねえんだよ、これ。これ期間限定なんだよ、大体。期間限定なんだよ、これ。で、さらに言うと、札幌の赤星もあれ、期間限定なんだよ、あれ。だから、飲みたい時に飲めるかっつって飲めねえんだよ。飲めないんです。うん。最近たまたまこのクラシックが、発売してたんで、買ったんですけど。で、じゃあ、これ飲み比べしようか、つって、この札幌のクラシックじゃない方の赤星を探したところ存在しなくてですね、期間限定らしいんで、わざわざこれ取り寄せましたからね。次は、あれですよ、クラシック、キリンのクラシックラガーバーサス、札幌の赤星。まあ、札幌のラガーですね。で、店員に、聞いたんですよ。札幌の赤星っていつ出ますかねって言われたら、わかりません。つって。超不愛想に。あそこ、店員ものすごいわ、あれ。あれ多分店長かなんかだと思うけど、ものすごい俺大量に酒を買ったんですよ。大量に。一回のお会計でね、5000円ぐらい使ったんですよ。それでね、すっげえめんどくさそうにね、酒の格安っていう、あれですけど。まあ、それのオンラインショップじゃなくて、店舗のやつね。うん。あそこね、だいたいそもそもね、ネットでね、注文してもね、そのね、バイトの人がね、来るんすけど、アマゾンというヨドバシカメラの人たちに比べると、圧倒的にすっげえ嫌な顔するんですよ。マジで。めんどくさそうな顔してるんですよ。届けてくる、バイトの20歳ぐらいの人間がさ、ものすげえ悪そうな顔してさ、めんどくさそうな顔してさ、来るんだよ。あれと同じだね。うん。店舗間違いなく、店長が多分あいつなんだよ。40歳ぐらいのおっさんなんだけど、とんでもなくやる気のなさ。とてつもなくやる気のなさ。で、聞いても、もうぶっきらぼうに、わかりませんみたいな感じで言ってくるの。ダメだね。あれ多分テンポが悪いんだろうと思うね。だから全体的に格安って東京都内にむちゃくちゃあるんだけど、むちゃくちゃあるんだけど、圧倒的に、ネットショッピングのアマゾンの、あれ、どこの会社なのかな？多分、佐川ではないし、ヤマトでもないかもしれないですね。まあ、その人とかは、全然嫌な顔は全然してないんですよね。うん。あれぐらいなんだ。ネットショッピングであそこまで届けてくるときに、すっげえ嫌そうな顔してくるの、格安ぐらいですよ。マジで。間違いなく。で、当然店長もものすごい嫌な顔してるぞ。あれね、なんであんなね、してるかってね、なんとなくわかるんですよ。なんでかっつうと、店舗に入りました。普通だったら、店員いないんですよ。まあ、店自体がちっちゃくて、いないんですよ。で、俺が、入ったら、まあ、ピンポーンとか言って、で、こう、店員が、まあ、レジでこう、待つわけですよね。で、俺はいろいろこう、吟味して、ね、どれ買おうかなーみたいな感じで、10分か15分ぐらい、ひたすらこう、いろいろ吟味してやってるんですけど、その中でこう視線を感じる。圧倒的に視線を感じる。ね。だから、ああいうのって、でかい、まあ、スーパーとかだったら、ありえないんですけど、やっぱちっちゃい店だと、当然のごとく、まあ、店の店員がいなきゃいけないんですよ。だから、それで、俺が15分くらいひたすら、つって、ね、いろいろ、見ながら、お、こんな酒あんのか、みたいな感じで、見ながらやってると、すげえ時間かかって、で、当然その店員一切やることないんで、ひたすら待ってるんですよ。あれのせいだと思いますよ、僕は。うん、あれのせいだと思うな。絶対。うん。まあ、これは難しいな。札幌クラシカもうまいんだけどな。札幌クラシックもうまいんだけど、でも香りとしては、個人的にこの札幌クラシックの方が香りは、麦芽の香りは、いいと思うんですよ。うん。うん。なんかこっちの方がやっぱり、全然香りがなんかこう、うん。なんか、香りが、違うんだよな。香りのこの種類が。あ、これあれか。外国産使ってるからか。そっか、外国産麦芽使ってるって書いてある。外国製造のホップ麦芽使ってるって書いてあるから、それなんかな。なんか違うんだよな。うん。明らかにこの、なんか新鮮さみたいな風味。ビールの、1ヶ月くらいビール飲んでなくて、飲むかっつって、スーパードライ買って、飲んだ時の1回目の香りみたいな。うおってくるやつ。あんな感じ。うん。あんな感じが結構ずっと続いてんのよ、これ。ここまで飲んでおいて。普通だったら一発で終わるのよ。一口目で終わるんですよ、あれ。ほとんどの場合。一口目だけなんですよ。もうあれも、現象もちょっとよくわかんないんだけど、謎です。で、こっちも確かに、ラガーの方も、香りはあるんですよ。ただね、香りがね、もう口の中にね、広がり方がね、圧倒的に違うんですよ。うん。このラガーの方は、口の中に、全体に広がるんですが、その、広がった、その、濃度的に考えると、いわゆる湿度とか、湿度で、すれば、湿度が、50% ぐらいなんですよ。口の中の湿度が。その、風味を湿度だと考えると、50% ぐらいなんですよ。うん。で、このクラシックラガーの方は、口に入れたときに、うん。湿度で行くと、いや、これ湿度じゃないな、これ。これ何言ってんだろう。これ湿度じゃないな。これ、密度かな。ごめん、密度ですね。だから、口の中の密度が、ラガーの方は全体的に、均一に、口の中均一に、香りがブワーって吹く感じなんですけど、クラシックラガーの方は、なんでか一点集中してビャーってくるんだよね。いわゆる。言ってる意味わかるかな、これ。うん。だから全体にブワーンって広がるんじゃなくて、一点集中でビャーってくるんです。槍でつくのと、槍でつくのと、その一人が、ファミコンの一機みたいな感じで、竹槍をつくのか、もしくは、竹槍じゃなくて、剣山でつくような感じ。こっちは剣山でつく感じ。こっちが、ラガーが、切りながら、剣山でついてくる感じ。だから、ぶっちゃけた話、全然痛くねえんすよ。まあ、痛くねえっていう言い方もありで。100本ぐらいで、ビャーンってやられても、痛くないですよ。ダメージは分散するから、当然。分散するから、剣山でさ、刺してもさ、刺さないんですよ、手って。だけど、こっちのクラシックラガーの方は、一点集中でビャーンってくるから、ものすごいダメージ的に、すげえんですよ。それだけ、終わり。そこだな。飲んで飲んで、勝者クラシックラガー。はい。札幌クラシックラガーも間違えた。クラシックラガーじゃなくて札幌クラシックね。これ勝者こちらです。はい。ただし、やっぱりデメリットもありますね。いつでも売ってるわけじゃない。そこはデメリットでしょ。まあ、でもさすがに限定って書いてあるだけあるかなと。うん。北海道限定ってことは、つまるところ、やっぱり、北海道産の麦芽を使ってるということで、で、当然のごとく、普通の、こういった、数年販売してるスーパードライとかキリンのラガーとかは、北海道の麦芽なんで多分使ってないんですよ。まあ、使ってたとしてもおそらく、こっちよりか圧倒的に少ないんです。だから、その個性が、やっぱこっちの方が秀でてるかなという感じ。香りが、やっぱり。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。